おはようございます。速稼塾の久保です。ちょっとね、最近このカメラピンボケがひどいんですよね。で、いろいろと調整しながら撮ってるんですけども、今回は若干ね、こうボケのまま撮ってみましょうか。というのも、前回バンディーカムってここに書いてあってもね、内容に影響がないよって言いましたけども、今回も別に影響ないでしょ。むしろね、私の顔がピンボケの方が私のね、まずい顔になって済むんで、皆さんご迷惑をおかけしないと思います。というふうにね、ピンボケですらネタにできるということで、失敗という定義がね、今回はお題目で出たんですけども、まあ、失敗はね、ないですね。まあ唯一あるとすればあれじゃないですか。失敗もできないような人生を送っていいんでしょうか。それが失敗だと思いますね。トンチみたいですけども。で、個人的なこと言えば、私はね、そう、失敗っていうのがね、ないんですよ、自分で。まあよく人にね、商売でなんか行き違いがあって逮捕されて、で無罪放免で、まあ、牢屋から出た時は自分の会社が潰れていたみたいなね、それは失敗じゃないんですかって言いましたけども、失敗なんですかね。だってそういうふうに商売で痛い目見たからこそ、あ、ちゃんとビジネスっていうのは法律には書いてないけど、条例にはないけども、業者間のね、まあ、いわゆる仁義を切っとかないとこういうことになるんだなっていうふうに学べましたし、あ、逮捕っていうのはこういうふうになるんだと、最初任意を無視していたら強制執行になるんだと、ああそうなんだ、取り調べって自分の家と実家に同時に来るんだ、あ、なるほどなるほど、朝早く来るんだと、え、内定調査って3ヶ月やってるんだ、しかもむちゃくちゃ細かく見てるんだ、わかるんですよね。私の場合はね、内定調査の間ずっとね、刑事さんが張り付いて私の車をね、追っかけていったりとかね、こっそりと。で、私が営業したり、お客さんからお金を受け取ったりね、お客さんと契約取るとこずっと見てたんですよ。そしたら刑事さんが言うには、どこにもズルがないと、なんでこれで逮捕状を請求されたんだみたいなね、なんで裁判所がこれ認めたんだみたいなことになってました。で、結局立て付けとしては、実態がよくわからないんで、直接ね、業者さん、久保さんの業者さんね、久保哲郎カンパニーは社員一人でしたからね、掃除もで、直接話が聞きたいんですということでね、任意の取り調べという形で来ていただくことになったんですけども、まあ取り調べってことが悪かったですねと。そうじゃなくて、単なるね、事情聴取、いや、これも事情聴取も良くなかったですねと言い方がね、やっぱりね、刑事言葉、警察言葉なんで、なかなかね、びっくりさせる言葉ばっかりで、お話が聞きたいってことだったんですよと。で、話を聞かせてくれないんで、それでも地域のね、業者さんからは、あの広島から来る業者は何なんだっていうので要求が上がってきたんで、まあそういうふうな強制的に話を聞くことになったんで、今ここにあなたは交流受けてるんですよと、手錠もはまったんですよっていうふうに話されました。で、あ、なるほど、そういうことなんだと。で、商売やってて誤解が生じたら、もう最短最小で、解いていかないと、なんか気持ち悪いからって言ってほっといてもいけないんだなと思いました。で、それ以来ね、例えば税務署からレターが来ますよね。で、税金のことについてちょっと聞かせてくださいってこともちょっと応用して、あ、最短最小の時にやっとかないと、何か後ろめたい隠し事があるっていうふうに判断されても面倒だな、だったらトラブルっていうのはちっちゃい時に何とかしようかなっていうふうに学ぶことができました。っていうふうに一本トークができるでしょ。で、これって失敗なんですかね。で、私は3500万円ほどの借金を抱えてましたけども、当時ね、リアルタイムで私2800万までは認識してたんですよ。で、そっからプラスの700万っていうのは後から調べて分かったんですよ。で、2800万の借金もこう帳簿をつけてね、もうはっきり言ってね、面白くないんですよ。だって毎月月締めで利益が出てなくって、いくら赤字なのかってことを計算するわけですから、それこそね、毎回毎回ね、もう鬱状態ですよ。つまんないですよ。だから2800万超えたあたりから、もういいやと、どうせこれと、返すにしても一生かかるわと思ってね、ほっちらかしたんですよ。で、まあ決算はね、しっかりとまとめましたけども、でもやっぱりね、その誰にいくらの借金かっていうのはね、その時はもう忘れようとしてましたね。ということなんで、瞬間的には誰にも返してないようなね、そんな日々もありました。で、まあネットビジネス40歳になってね、ドーンと当たって、それから3年以内に借金を完済することができたんですけどね。で、失敗ですかね、これね。プロセスなんですよ、全ては。
すべてはどこにいるか。ゼロラインがここにあるとして、このゼロよりも下マイナスにいることが失敗だとすれば、多分ねその瞬間はそういうふうに見えるかもしれませんけども、マイナスにいるときもプラスにいるときも学びはあるんですよ。学びっていうふうな仕入れができる。そして失敗なり成功なりっていう資質がある、現象がある。でトレードオフなんですよね。プラマイゼロなんですよ常に。で必ず痛い目を見た時っていうのは、なんて言いますかね、その痛い目を見た世界で他の痛い目を見た人とのつながりがあったりね、そこから逆転した人からの学びがあったり、まあ失敗することの方が難しいかなと。意図的に失敗しようと思っても、じゃあどうすれば失敗できるのか分かんないですよ私はね。はい、でそろそろ動画のまとめに入りますけども、いわゆるね失敗という認識を自分がしてしまえば、まあそれは失敗というふうな概念に落ち着くのかなと思いますけども、まあ往生際があると言いますかね、こんなこの程度は失敗じゃないだろうっていうふうに考えていけば、客観的に失敗だと言われても、えそうなのかなと、失敗なのかなっていうふうにぼんやりしてられるんじゃないですかね。まあ恋愛ではね、例えば大好きな女の子と別れることありますよね。ああしとけばよかった、こうしとけばよかったって思うじゃないですか。これ失敗なんですかね。だって大好きな女の子と別れて、もうこれ以上好きなやつ見つかんねえやと思って見つかるじゃないですか。そのぐらいね、まあ相手ってのは結構見つかるんですよね。もちろん見つからない場合もありますよ。見つからなければ阿部寛じゃないですけどね、結婚できない男じゃないですけども、一人をね十分楽しむことができますよ。それもまた、失敗とも呼べないんじゃないかなと思います。ということでね、失敗はないでしょ。ないと思うんですけどね。ないでしょ、特に今の時代ものすごく惨めになったところを晒すことで人気者になるというね、どういうことなんでしょうかねだからといってね、わざわざ確率の低い方とか痛い目を見たい、そういう可能性の高い方に歩んでいくことはないと思います。まあ最善を尽くして、あとは天命を待てばいいんじゃないですかね。で人生ってのは結局大差ないっすね。何をやってもどうやってもどう転んでも結局は大差ないっす。最後はあいろいろやり残したなと、人生ってのはこうだったのかなと思いながら黄昏を迎えるんじゃないですかね。いってらっしゃい。